チューリップ畑ヨーデルの森は、兵庫県神崎郡上川町にある、町立の農業公園である。2001年4月21日開業。開園当初、神崎町とファームが設立した神崎ファームが、第三セクター方式で運営していた。なお、オープン当初は1年で40万人の集客があったが、2004年頃には14万人まで減少していた。上川町は、施設全体の点検のため2008年12月に一旦閉園し、公園の管理運営を株式会社クラウデートに委託し、2009年3月14日にリニューアルオープンした。リニューアル効果などにより、入園者前年比 1.5 倍に増加している。美しい自然の中での家族ぐるみのレクリエーションの場が提供されており、家族の絆や触れ合いを深めることができる。また、都市と農村の交流活動を促進し、青少年の教育の場やゆとりと安らぎの場として活用することができる。鷹のオス、竜は精肉付きのフライングディスクを追いかけて空中でキャッチすることができ、またカピバラのハリーとハーマイオニーの2頭は追手をすることができ、立ち上がることもできるという、それぞれショーが行われる。園内には加工体験、動物、アトラクション、飲食施設がある。ありがとうございます。